皆さんこんにちは。2017年3月24日にここ銀座のヤマハホールでリサイタルをさせていただきます。このホールの魅力は私にとっては何といってもピアニッシモの美しさです。今回は私の大好きなシューマン、ベートーベン、そしてシューベルトという3人の作曲家を弾かせていただきますが、その中でもちろんまあ素晴らしいドラマとか、それから激しさとかっていうのもあると思うんですけれども、このホールでしか出せないようなこう静けさとか美しい弱い音とか、何かそういうものに私自身がすごく憧れております。そのような世界を皆様に聞いていただけたら大変幸せです。